はい、それで手をついた人はあのコースマーシャルお願いします。車こけちゃった時なんか助けていただくマーシャルお願いします。どことどこ食べた？あそこに1人とここ1人。 17.91、 あ、やってくれます、すいません、ありがとうございます。28.72。 はい、練習時間残り30秒。 17.69、 12.19。11.15、 11.92。 10.82。 プラクティス終了です。練習時間スタートラインに車を並べてください。はい、あの計測ラインがスタートラインなんですけど、どっからスタートしてもいいです。で、あの今から3分間走ってもらうんですけど、スタートは1人ずつ、コミさん、陽介さんの順でスタート、コールがあります。で、後からスタートだからって言って、あのタイムが不利になるとかそういうことじゃなくて、計測ラインを取ったら1人ずつスタートになります。はい。今から行きます。じゃあちょっと一回ね、練習でやりますね。これは練習。レースを開始します。4、3、2、1、コミスタート。これ練習。陽介スタート。これでスタートするのね。はい、じゃあ止めます。レース終了です。マシンを回収してください。はい、それでは今の同じ要領、コミさん、陽介さんの順で1人ずつスタート、3分間。レースを開始します。4、3、2、1、コミスタート。陽介スタート。はい、コミさんの計測スタート。はい、陽介さんもここからスタートです。第1周のコミさんは10秒9。さあ、コミさんは今日ワイドの MM シャーシブラシレス赤モーターで出走。さあ、陽介さん1周目は14秒台。陽介さんはワイド RM シャーシブラシのノーマルモーターで参戦。さあ、コミさんが10秒456。さあ、ここで陽介さんベスト11秒8。さあ、現在トップはコミさんですね。5周目を走行中、1分経過、残り2分です。さあ、陽介さんは1周遅れ、現在5周目に入ったところ。さあ、コミさんは3周目にマークした10秒4がベスト、陽介さん2周目の11秒8です。さん、ここでベスト更新、10秒25。さあ、残りが1分半です。さあ、3分間で何周走れるかレースを行っています。現在トップコミさんは10周目に入ったところ、残りが間もなく1分です。さあ、陽介さんここでベスト11秒81。さあ、ここでコミさんベスト再び更新、10秒20。残り40秒です。残りが40秒。さあ、こちらのゴール予想ではコミさんは16周でゴールという予想、現在14周目に入ったところ、陽介さんこのペースでいくと14周でゴール、現在12周目走行中。
さあ残り15秒になります。さあ間もなくラストになります。さあ両者とも、いや小見さんはこれ最終周、陽介さんはタイムによってはもう一周できそう。コミゴール、はい、コミさんゴール、レース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。コミさんが16周9秒でゴール、陽介さんが14周1秒です。コミさんは、10秒14がベストです。陽介さんは11秒81が今のベスト。これと同じことをあと2回やります。コミさんが それでは続けて次のヒートを始めていきます。平瀬さんと松尾さんのヒート、プラクティススタート。コースオープンしますので、プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは松尾に平瀬。さあ先ほど予選1ラウンド目は小見さんが16周9秒、これが現在のトップタイム。3分走って16周がトップタイムです。はい、練習走行2分間始まっています。はい、ポンダー2人とも OK。 まあ、1周あんまり速くなくてもロスなくまとめて走れば十分16周出ると思います。14.85。 10.09。10.59。今はまだ練習時間ですからね。まだ練習だ。さあこのヒートは2人とも練習走行9秒台出ています。本番で本番ででも出せるか。 10.17。 はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順、1人ずつです。松尾さん、平瀬さんの順でスタートしてください。それでは3分間スタート、レースを開始します。4、3、2、1。松尾にスタート、平瀬スタート、はい、松尾さんの計測開始。はい、平瀬さんも計測開始しました。さあまず1周目、松尾さん10秒26。平瀬さん1周目11秒台。さあ松尾さんが9秒台、9秒99。平瀬さん10秒39。はい、ありがとうございます。さあ間もなく1分になるところです。残りが2分。このヒートトップは松尾さんです。現在6周目、平瀬さんが1周遅れて5周目走行中。さあここで平瀬さんがベスト10秒23。
さあ、間もなく折り返し半分の1分30秒になるところです。2人ともかなりペースがいいです。松尾さん、このままいくと18周、平瀬さんが16周4秒なので総合2番手につけてきそう。白いアウディ R8 かな。松尾さんが今12周目に入ったところ、ゴール予想は18です。さあ、それを平瀬さん、ここでベスト10秒22。さあ、平瀬さんも後半まとめていけば17周見えてきます。現在のゴール予想は16周2秒なので17周狙います。さあ、残り45秒。さあ、トップ平瀬さんはベストが9秒99、ここまでの平均タイムが10秒34で走っています。さあ、平瀬さんベスト10秒12、残り30秒。さあ、残りが15秒。さあ、平瀬さんゴール予想が16周0秒まで来ました。17周乗るかギリギリのところ、残り10秒切っています。さあ、平瀬さん入った。さあ、松尾さんも18周目入っています。平瀬さんもう1周できるかな。さあ、入った。平瀬さん、ここでベスト10秒06。松尾2ゴール、はい、松尾さん5はゴール。さあ、平瀬さんが頑張り時にベストを出して、これで17周目のゴールです。マシンを回収してください。18周6秒は暫定トップタイム。平瀬さんが17周の9秒でゴール。はい、それでは3ヒート目、インプレッサさんとサンさん、プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはインプレッサさん。はい、澤田さん OK です。僕は握った。はい、2分間は自由に走っていただいて大丈夫です。はい、頑張ってください。はい、あ、そこ、その白いお弁当箱みたいな、そこを地面通します。はい、 OK です。さあ、今度は両者 OK です。14.46。 練習時間残り30秒。12.01。 さあ、練習時間が間もなく終了となります。 11.69。 プラクティス終了です。はい、それではスタート準備お願いします。この辺から、ここを通った時に計測が始まった。この辺からもちろんストレートが始めたらスピードを乗っけて、なるべく助走つけて、はい。じゃあ、出走順、インプレッサさん、サンさんの順です。それでは3分間スタート、レースを開始します。お、まだ4、3、2、1、もう1回止めます。インプレッサスタート、いきます。レース終了です。
マシンを回収してください。インプレッサさんスタートですって言われたら走り出せません。それではいきます。レースを開始します。4、3、2、1。インプレッサスタート、はい、サンスタート。はい、2人とも計測を開始しました。さあサンさんがいきなりここで止まっていた。さあ1周目インプレッサさん11秒4。さあゆっくりでもまとめていけば3分あるんで挽回可能です。さあインプレッサさんが11秒19ベストを更新している。さあ11秒36さんさんがベスト更新。インプレッサさんが11秒16それを上回ってきた。さあサンさんがこのヒートのトップタイム10秒66をマークと思ったらインプレッサさんがそれを上回ってきた10秒42。さあこのヒート現在1分経過したところ、トップインプレッサさん6周目走行中。サンさんが今5周目に入ったところ。お、止まっちゃった。はい、さあインプレッサさん現時点の合流走17周なのでかなりペースはいい方だと思います。さあここで折り返しの1分30秒。さあ現在インプレッサさんトップ、ワイドの RM シャーシー V モーターでの出走。サンさんはワイド MM シャーシー緑モーター PN の緑モーターで走行。仲がいい。さあ残りが1分切っています。さあ残り45秒。さあこのヒートはインプレッサさんが10秒42、サンさんが10秒66、それぞれベストを出ています。残り30秒。さあインプレッサさん少しペースは落ちたがまだ16周は十分いけます。サンさんが13周目に入ったところ。さあ残りが間もなくないぞ。もう一周できるかな。サンさんはどうだ。タイムによってはもう一周できそう。サインプレッサーはこれが最終周。サンさんゴールです。マシンを回収してください。インプレッサーが16周8秒でゴール、サンさんが14周の3秒でゴールです。それでは7時20分から全く同じことをもう一回やります。いいっすよ。その代わりホンダの確認時ちょっと書き換えないといけないけど、楽しいじゃんこれ。タグ一緒ではまずいんですよね。多少タグを変えれば一緒だったら、うん、こっちは何もしなくていいから。いいですか。変わっても大丈夫、対応できますよ。いいですか、うん、はい。それでは C20 分から全く同じことをもう一回入れます。組み合わせも一緒。
ついてれば登録しちゃえばいいんですか。あのレースの前の練習走行の時にこっちで書き換えれば大丈夫。あ、いいね。うん。でも初めの方まとまってたから、あのペースで余裕で17入ってました。あ、そうなんだ。うん。大丈夫ですよ、はい。このまま同じフォント使えばいいってことですよね。使わなくても、言ってもらえばこっちで書き換えるから。さあ先ほどの走行1回目トップ、暫定トップは松尾さん1人18周をマーク、2番手が平瀬さん17周、3番手がインプレッサさん16周8秒、4番手コミさん16周9秒、そして5番手が陽介さん14周1秒、6番手サンさんで14周の3秒。はい、2回目のレースまであと5分です。みんな電池大丈夫ですか？
減ったぐらいが。ベストが出ちゃう。はい、それでは時間になりましたので2回目のレース始めていきます。コミさんと陽介さんのヒートです。それではコースオープンしますので、プラクティススタート、プラクティス時間は2分間可能です。コースをオープンします。出走ドライバーはコミ、陽介。さあコミさんは先ほどのヒートは16周9秒だったかな。コミさん、そうですね、16周の9秒でゴールしています。陽介さんは先ほど14周1秒でゴールしています。はい、ポンダ2人とも OK です。13.58。今日決勝レース一応やります。同じ3分間ですけども、6人で走ると大変なので2回に分けて、上位3名の決勝1回目、上位他の3名の決勝2回目でやります。11.80。さあ、陽介さんも9秒台、練習走行で出ています。11.65。さあ、練習時間残り45秒あります。11.65。20.53。12.61。さあ残り15秒です。コミさんは先ほど16周9秒、陽介さん14周1秒。12.29。はい、それでは時間になります。プラクティス終了です。ていきます。スタートラインに車を並べてください。出走順、コミさん、陽介さんの順です。それではスタートします。3分間レースを開始します。4、3、2、1。コミスタート、陽介スタート。はい、コミさん計測開始、陽介さんも計測開始しました。さあ1周目慎重に回っています。1周目コミさん11秒0、陽介さんが11秒7。さあ、コミさん10秒台、10秒54。さあ、陽介さんがベスト11秒74は先ほど1回目にマークした自己ベストを更新しています。11秒74。コミさん10秒02が出ています。これも今日のベストを更新している。はい、ありがとうございます。1分経過、残り2分。さあ、まもなく折り返しの1分半になるところです。コミさん現在8周目から9周目に入ったところ、陽介さんが6周目から7周目に入ったところです。
さあここで折り返しの1分半。さあコミさんは今回17周乗っかるという予想です。このまま行くとインプレッサさんを抜いて総合3番手に上がってきそうと思ったらここでストップ。さあ陽介さんも今回14周またマークできそう。さあコミさんちょっとクラッシュがあったぞ。今の周20秒台、残り1分でどこまでまとめていけるか。さあ陽介さんはそのペース守っていけば自己ベストを上回ってきそうです。さあ残りが40秒。さあコミさんは今インプレッサさんと全く同じゴール予想、16周8秒近辺、16周8秒切らないと順位上げられません。さあ残り間もなく15秒。さあここで陽介さんベスト11秒72、今日のベストです。さあ間もなく時間となる。さあコミさんが16周目、あと1周できるのか。さあ陽介さん再びベスト11秒62、コミゴール。ああコミさん残念ゴール。さあ陽介さんもこれでゴール。レース終了です。このヒートコミさんが16周3秒、マシンを回収してください。陽介さんが14周8秒でゴール。さあ今コミさんは16周3秒なのでインプレッサーさんを抜いて総合3番手に上がってきました。はい、それでは2組目高層分。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは松尾に平瀬。はい、それでは2分間の練習走行始まっています。ホンダの確認からお願いします。はい、2人ともホンダ OK。 さあこの2人は現在総合1番手2番手の選手。1番手松尾さんは18周6秒が3分のベスト。平瀬さんは17周9秒で総合2番手です。16.77。10.35。 11.16。 さあ練習時間残り30秒です。 10.57。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順松尾さん平瀬さんの順です。それでは3分間スタート。レースを開始します。4、3、2、1。松尾にスタート、平瀬スタート。はい、松尾さん計測開始、平瀬さんも計測開始しました。さあ1周目松尾さん10秒35、広瀬さん10秒58、
さあ、松尾さん2周目9秒台、9秒95は今日のトップタイムです。さあ、平瀬さんが10秒37。さあ、松尾さんが本日のトップタイム再び更新、9秒88。はい、時計はここで1分経過です。現在トップ松尾さん6周目、平瀬さんが5周目走行中。さあ、折り返しの1分30秒経過、トップ松尾さん今回も18周ゴール予想、平瀬さんちょっと序盤のロスで現在のところ15周がゴール予想です。ただ後半まだまとめていけばタイムアップは十分可能。さあ、平瀬さんの後ろからトップのマシンが来る。さあ、平瀬さん10秒11ベスト。さあ、平瀬さんがペースを戻した。どんどんゴール予想上がってきている。残り50秒までどこまで上がるか。さあ、一方松尾さんちょっとタイムロスがあった。さあ、ペースを上げつつあった平瀬さん転倒、コースに戻ったが残り30秒です。さあ、一方松尾さん、ロスがあったもののゴール予想17周1秒近辺。さあ、松尾さん17周0秒まで上げてきた。18周目前、残りが間もなく10秒。さあ、松尾さんが17周目に入った。ゴール予想18と出ているが、平瀬さん15周目。さあ、間もなく時間です。さあ、松尾さん0.1 秒残しで入った。平瀬さんもこれが最終周。松尾2ゴール、はい、松尾さんゴール、はい、平瀬さんもゴール。レース終了です。松尾さん今回も18周10秒、平瀬さん16周の9秒でゴール。はい、それでは最後の組、インプレッサさんとサンさんのヒート。プラクティススタート、はい、プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはインプレッサさん、はい、はいはい、インプレッサさんがこれに変わるかな。はい、はい、サンさんは OK。 インプレッサさん今書き換えます。はい、今度は両者とも OK。 さあ、インプレッサさんは現在総合4番手です。前、コミさんと3分走って4秒差。サンさんは先ほど14周です。前、陽介さんと3分走って2秒の差。 12.17 18.51。12.14。 よく走ってる。 11.08。 ここでよく走られると困るのがコミさん。抜かれてしまう可能性がある。 16.83。 安牌です。17周乗れば安牌。 15.19。
11.30。さあ練習時間残り30秒です。 14.97。16.12。大丈夫？はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順インプレッサさん、サンさんの順です。それでは最後3分間スタート。レースを開始します。4、3、2、1。インプレッサスタート。サンスタート。はい、2人とも計測開始しました。さあ1周目マシンをチェンジしたインプレッサさん10秒99、サンさんが10秒79。1周目はサンさんの方が早かった。さあ2周目インプレッサさん10秒85、さあサンさん2周目ちょっとロスがあった。トップが入れ替わりました。インプレッサさん現在トップ4周目に入ったところ。さあ現在トップ変わらずインプレッサさんです。さあうまくかわして黄色いマシンインプレッサさん帰ってきます。さあ1分経過残り2分です。インプレッサさんここ2周ちょっとロスター、もうミスは許されない。あとまとめて走ってほしい。さあサンさんはトップのマシンと 4.6 秒差。さあ折り返しの1分30秒経過しました。黄色いマシントップはゴール予想、現在は15周です。ただ残りまとめていけば17周狙えると思います。サンさんもこのままのペースを守れば自己ベストを超えます。さあ2人仲良く止まっていたがコース戻っています。残りが1分。さあ残り間もなく45秒。さあここでインプレッサさんベスト10秒79。さあインプレッサさんがベストを連発している10秒65。ただ残りが30秒。ああやってもうた。さあ残りが間もなく10秒になります。さあ黄色いマシンがインプレッサさん14周目、サンさんが今13周目に入ったところ。さあインプレッサさんこれが最終周です。サンさんはタイム次第ではもう1周できそう。サンゴールレース終了です。マシンを回収してください。7秒でゴール。サンさんは14周の0秒でゴール。最後もう一回、最後決勝レースやります。3人3人で。はい、で3分間、走る時間を一緒です。決勝1回目がインプレッサさん、陽介さん、サンさん。今も3分で決勝も3分。決勝に2回目が松尾さん、平瀬さん、小見さんでいきます。じゃあ45分からスタートします。1組目がインプレッサさん、陽介さん、サンさん。
ずっと17周ペースだったんです、ね、うん、だマシン的には全然あと人間です、人間です。そうなんですよ、人間の問題は聞いてくれる人がいるといいんだよな。聞いてくれる、ついていけるんだよ。ああ、そういうことね、ペースメーカー。そうそうそう、いや今車変えちゃったから、あ、今日初めてじゃん、はい、あ、島村さん全部電池終わってます。これが違う。それは違う。あ、違うんだ。おでんね。やっとね、やっと出てきたの。言われた通り。いや本当に冗談抜きで。はい、決勝の1回目は、45分、あと5分後にスタート。インプレッサさん、陽介さん、サンさん。治った、はい、決勝1回目まであと2分です。
はい、それでは時間になりましたので決勝レースの1回目スタートします。インプレッサさん、陽介さん、サンさんによる決勝3分間です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。それではホンダの確認からお願いします。コースをオープンします。出走ドライバーはインプレッサ、陽介さん。はい、サンさん OK。はい、陽介さん OK。 はい、全車ポンダ OK です。15.38。 21.95。12.08。 はい、ありがとうございます。 10.92。 はい、練習時間残り30秒。 11.99。 14.32。13.65。31.59。 18.75。 インプラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、それでは並べてください。トップのね、インプレッサーは外側か内側か選べる。決勝レースは同時スタートになります。音、今練習でね、これ1回これでスタートです、決勝レース。はい、それでは、決勝レース P 入ってます。プープー P、うん、もう一回聞いとこう、うん、これでね。はい、それでは決勝レース8分間、あ、ごめんなさい、3分間です。スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。さあ、乱れた。あ、ボディがちょっと回ったかな、大丈夫かな。さあ、1周目トップで帰ってきたのは黄色いマシーンのインプレッサさん。2番手に陽介さん。さあ、陽介さん、ここで転倒。さあ、これでコース上順位、2番手が順位入れ替わったかな。さあ、トップのインプレッサさんが逃げる。さあ、2番手にサンさんが上がってきた。陽介さんが 0.8 秒差で追う。さあ、サンさんが11秒66、陽介さん12秒30。そんな中、トップのインプレッサさんは10秒79をマークしている。さあ、2番手サンさんはトップのマシンと 7.6 秒差。おっと、ここで2番手のマシンが転倒。再び陽介さんが2番手に上がってきたのかな。さあ、陽介さんが2番手に浮上。さあ、陽介さんトップのマシンと10秒差。さあ、ここでサンさんのボディが外れてしまった。2番手陽介さんと一瞬の差をつけられた。陽介さん、ここでベスト11秒71。
さあトップのインプレッサさんも2周続けて15秒台、13秒台とちょっと乗せた。陽介さんが6秒差まで近づいてきてる。さあ陽介さんが6秒から7秒の差でトップのマシンに近づいてきてるのかな。さあこれベストは3:31秒57。あーっとここで3まで3:3転倒している。コースには戻った。さあ陽介さんも前の週11秒65ベスト出ています。さあ残りが50�秒。さあ黄色いマシーンのトップインプレッサさんがちょっとここで大丈夫か。3:3が11秒12ベスト。さあ残りが間もなく30秒になります。トップのマシーンが13周目。さあ陽介さんも13周目、その差が2秒。さあここでインプレッサさんベスト10秒65。さあ残りが間もなく10秒。さあインプレッサさんはこれが最終周になりそう。さあ間もなく時間となります。陽介ゴール、ゴールインプレッサゴール、はい、レース終了です。トップゴールはインプレッサさん15周の2秒でした。陽介さんが14周0秒で2番手、3番手3:3、12周の3秒でゴール。思わずね、気持ち上がっちゃうんですよね。陽介さん、惜しかったですね。2秒差まで最後近いんですけど、危ない。はい、それでは最後の決勝レース、コースオープンしておきます。でしょ。プラクティススカート。平瀬さん、プラクティス時間は2分。コースをオープンします。決勝も3分間です。出走ドライバーは、松尾に、平瀬、小見。はい、小見さん、OK。はい、すいません、ありがとうございます。またよろしく。さあ、結局いつもの3人になってしまったが、でも小見さんは実は危なかった。危なかった。危なかった、本当に。はい、平瀬さんも OK。 あと松尾さんです。はい、全車ポンダ OK。 12.12 23.41。はい、それではいいですか、行きましょう。プラクティス終了です。前から松尾さん、平瀬さん、小見さん、内側と外側、外側で、外側はい、真ん中に行って、真ん中に行って、やっぱり真ん中がいいよね。平瀬さんが2番手、3番手が小見さん。はい、それではスタート音はさっきと全く一緒です。あれ、フライングですか？はい、ありがとうございます。それでは3分間決勝2回目スタートします。レースを開始します。4、3、2、1。はい、スタートしました。綺麗なスタートと思いきや、2番手平瀬さんがミス。
さあ、小木さんが2番手走ってます。さあ、1周目、松尾さんが11秒1、小木さんが11秒4。さあ、追い上げる平瀬さんは15秒台。さあ、松尾さん10秒20、小木さんが10秒95。さあ、平瀬さんにとってはちょっと厳しいスタートになってしまった。早くもトップのマシンが後ろからアウト行かせた。さあ、松尾さん10秒10、小見さん10秒36がベスト。さあ、平瀬さん11秒52。さあ、ここでベストは平瀬さん10秒55。さあ、2番手小見さんはまず平瀬さんをパスしてトップのマシンを追いかけたいところ。さあ、現在松尾さんが7周目から8周目に入ったところ、2番手小見さんがこれで同時周回、その差が 2.7 秒。さあ、小見さんが3番手平瀬さんをパスして前、松尾さんを追います。その差が 2.6 秒差。ここで小見さんベスト10秒28。さあ、ここで折り返しの1分半。さあ、ここで小見さんが今日のトップタイム9秒864マーク。さあ、小見さんがコースレコードに近いタイムを出してトップを追う。その差 2.2 から3。さあ、トップの2台は3分走って18周というゴール予想。さあ、とここで2番手小見さんミス。 1.2 秒差まで追いついてきていたが、この周再び 2.5 秒差。残りが50秒。さあ、トップ松尾さん、このまま行けばトップだが、一応トップタイムも出しておきたいところ。トップタイムは9秒864です。この週10秒20。さあ、小見さんが 3.2 秒差まで前の週だが、ちょっとトップのマシンミスったぞ。ストレート1本分の差に縮まっている。その差が 1.7 秒。残り20秒。さあ、残り間もなく10秒です。さあ、平瀬さん、これ最終周。松尾さん、ここで最終周。コミゴール。さあ、ゴール。平瀬ゴール。松尾さん、前の周9秒90ベスト。平瀬さんもゴール。レース終了です。ストップは松尾さん、18周7秒。2番手がコミさん、17周2秒。3番手、平瀬さんが16周3秒でした。ベストタイム出しちゃいましたね。闇からちょっと出た感じ。